はい、今日は1歳のトイプードルがやってきました。やってきた理由は人用解熱鎮痛薬の誤食、犬が飲んじゃいけない人用薬の円形中の典型。さあしっかり見ていきますよ。体重は 5.18キロ、食べてからまだ3時間以内だったのでお薬を使って吐かせていきます。王によっては胃洗浄が必要なこともありますんでね。人に比べると体重が10分の1ぐらいだからね。投用薬の誤飲は本当に危険。投与薬でも何をどれぐらい食べたかっていうのがとっても大事になりますんでね。この子は点滴をしてどんどん代謝を促していきます。胃洗浄するってなると全身麻酔になっちゃうからね。大量に食べてなくてよかったよ本当に。吐き終わったのがめっちゃくつろいでる。いや何その行動。犬でも猫でも人用の薬は勝手に取って食べますからね。俺でも本人の薬はなかなか飲まないからね。まあそんなこっちの思った通りにはいかないですね。無事に吐けてよかったね。ではお大事に。